D マート TV 九州。D マート TV そして YouTube ご覧の皆さんこんにちは。九州閉店ちゃんのマリナです。さあ本日はマリナが南園店さんにやってまいりました。回転ちゃんの収録ということなんですが、実はですねちょっと抽選に間に合わなくて受け入れてないんですけれども、ちょっと空き台の中でいい台を探しつつですね、狙い台がちょっと今日バジだったんで、ちょっとそれができないかなっていうのがあるんでちょっと本当に中見ないと分かんないんで早速もうちゃちゃっと行ってみたいと思います。ということで、森永南園店さんよろしくお願いします。それではですね、南園店のゴスロコーナーになります。で、2島あるんですけどこっちの島がジャグラーでこっちの島が、バラエティみたいな感じになってるんで、とりあえずはこっちで探してみたいと思いますけどこの稼働はちょっとね難しいね。大体1台ずつなんで、またマギが2台ある。200のゾーン抜けたやつとじゃない、ちょっととりあえず窓マギ取っとこうかな。実はねリクエストも多かったんでちょっと窓マギ行こうかな。最近20スロの窓マギは怖くてちょっと手が出せなくなってたのでこれにします。627番台。さあそれでは、ユニバーサルさんのマドカマギカ打っていきます。やばい、倍久しぶりやん。多分閉店Zで打った以来かな。追加恐怖症を克服してから打たなくなったのかな、確か。
いでしょう。まどかから62枚ダメだったか。おお、あらかかったね。まあまあ、はい、はいや16回転少し変わらず、むっちゃ速いな。全然打つんだけど、多分バズほどじゃないんだよね、打ち込んでる数が。よし、2回目のボーナスはビッグボーナス。なんでいこうかな。うん、これでいこう。ああ、一回も9秒が出てこなかった。うわー、ずっとなんかこの状態よね。うわー、これはでかいよ。35とかそんぐらいです。
作られてたのかな。めっちゃ上にあるさあ、濃厚になりましたね。はい、早い。さて早速バジリスクタイム終了後の1回目ですね。うん、おらんかった。そうそう、おらんかったということは、モード C 以上かな。出てるんで、プレミア出て当選しなかったの で、なんか確かそうなんだったね。
回通称の時が流れてるのちょっと嫌なんだけど。さあ頑張って弾いていきましょう。マジャラまあまあせっかくなんでね巻物とか弾いちゃってね。58回転。あ、なんか青に緑。
さすがに。まだです、まだです。さすが、おかしいぜ、なんかおかしいぜ。追走も、分かんなくなってきた。すごい、分かった。なんか今回はいけそうだね。よし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 、今回はいけそうだぞ。今度赤、きつい、きつい、どっちかなぐらいしか考えていい、もう。楽しい。5000ポイント、そして回収が、1834枚ということで、まあ、フリーズ引いた割にはっていうのはあるんですけど、いや、かなり良かったですね。窓曲げでへこんだ分、また前回の動画みたいにこうバンバンっていったけどね、良かったですわ。まあ、ちょっと軍事系にあともうちょっと足りないんで、20スロッツにはちょっとまたプライベートでちょこまかちょこまか稼いでいきますのでまた次は、また20スロにねチャレンジしていこうと思いますんで、ぜひぜひ楽しみにしててください。もうこれ以上何も弾けません、私は。あ、ていうか私思ったんですけど、前回バジ打った時に、まあ、あとフリーズだけだよね弾くのとか言ってたんだよね。次バジ打つ時はもうフリーズ弾くから的なこと言ってたから、有言実行したっていうことでね、そろそろ悪口やめてもらえませんかねもう本当にね、皆さんに楽しい見せ場を作れたんじゃないかなと今日は思うので、私もちょっと何回も見直して浸りたいと思います。皆さん、ありがとうございました。そして、今日実践させていただきました森永なんゆ店さん、ありがとうございました。ということで、九州平店ちゃんの森永でした。バーイ。PTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。PTube ダウンロードしてね。えいえい。